カッター折りだけじゃない。どうなんだよ、この聞いて。ちょっとどっちからいくこれ。お酒はお酒でした。どうも皆さんこんにちは、ゆうりでございます。皆さんこんにちは。はい、ということでですね、今日は今から私ね、あ、すいません、 OK Google 音楽を止めて、ありがとうございます。私もう最悪なことが起きてないかっていうと、実はパソコンがぶっ壊れたんです。パソコンが、この大好きな愛用してた、ぶっ壊れて、で修理を出すことになって、1週間マジでもう動画編集とか、まあ、一切できなくなっちゃったってことで、なんかもうセカンドパソコン買わなきゃなって思うぐらいの今事態なんですけど、まあそんなことはさておき、まあもうとことんね楽しんでやろうと思って、まあ言ったら私お仕事が1個なくなるってわけですから、その楽しむ様子を、まあ、ビデオに映して皆さんと一緒に共有できればななんて思ってるんですけど、今日は私の一緒にさ飲み会とかしてもらってたさ、うっちゃんとかゴンザブロがいたじゃないですか。あとは、まあ、大学のそのサークルの仲間なんですけど、まあ先生って方がいらっしゃって、あだ名ね先生とか、あとブナっていうね友達がいて、その4人がやってくるんですよ。なのでその人たちとの楽しい、まあ私って本当に大学の頃の友達でもなんか全然懐かしさとかないぐらい本当に頻繁に会ってるんであれなんですけど、そのリラックスした超楽しい時間を皆さんもね、また見たいですっていう方もいらっしゃったんで、今日は公開できればななんて思っております。一旦私のさテーブル見てもらっていい？すごい可愛いから。え、見て、やばくない？なんかマジいい感じで、なんかどこぞのおしゃれな女みたいになってて、Amazon で買ったんですけど、お花もいただいちゃってね、事務所おめでとうって言って、仲良しのクライアントさんからもありがとうございます。でこれはこの間紹介したサリュのやつなんですけど、500円とか300円とかそのぐらいのやつです。でこれもねプレゼントでいただいたんです。私もう一個違う匂いのもの持ってたんで、こっちのねリビングというかダイニングルームはこの匂いにしようかなと思ってます。最高、ちょっと何食べようかなって感じの状況です。じゃあまあ今からその友達がね続々やってくると思うんで、まあ続々っていうか一緒に買い出しとか行ったりして、まあその様子を撮れればなと思ってます。よろしくお願いします。はい、ちょっと皆さん来ましたんで、ちょっとゴンザブロー君久々にちょっと挨拶していただきます。ゴンザブロー挨拶いる？言って。ゴンザブローです。シンプルイズベストで、シンプルイズベスト、シンプルイズベスト、シンプルイズベスト、どうも、ゆうりです。ゴンザブローです。お願いします。お願いします。じゃあやるか。じゃあわかった、今年やってない、そんなことない。明けましておめでとうございます。明けおめ、明けおめ。そんなことある？ほんまに無駄です。あ、イエーイみたいな、イエーイ、ちょっと撮ってんのマジで。はい、ありがとうございます。はい、できました。みんなありがとうね。これ写真ですね、誰がどう見ても。それがモッツァレラとなんかやつですね、牛タンだったりとか肉と魚一緒に食べていきましょうっていう感じです。じゃあ今からゆるくやりたいと思います。じゃあいつものシラの掛け声あったじゃん、あれなんか行くぞみたいな、ゆうしろくんがちょっとやってもらっていい？よっしゃ、行くぞ。はい、えいえいえい、おお、初めてやったの。じゃあじゃあやっちゃっていい？いつも乾杯は私だと思うからさ、うん、じゃあ開けてもらって、はい、じゃあみんな今日集まってくれてありがとう。失礼します。じゃあユリのために。そうだよね、ありがとう、集まってるから、笑う数には作ってある。初めてだよ全部。よかった、俺だけじゃなかった。いや、気持ち焼くんや。ごめんね。おいしいわ、おいしい。ホットプレートがさ、火力がさ、本当にちょっとネヘラで。ネヘラやな。前は？前もこれ、ずっと。最初か？だから、お湯調節ないでしょ、焦って。いい感じやけど。あ、肉やっちゃった。やっちゃったね、今。ごめん。ごめん。これでやればよかった。でも、これ、肉用だよね。それ？何？これ？あ、そうや。あ、そうや。
えそこに置いてあったやつ、これこれこれ、でもゆり子キムチ用に置いといた、これこれ肉用、これ肉用で肉やっちゃった、あ、いいよ、じゃあ、洗うかこれ、そうやな、まあまあ、どうでもいいけど、気にされる方は、もう、気にしないけど、え、ゆりマジ気にしないんだけど、俺ほんまに気にせんね、ほんまに気にせん、お前久しぶりやん、このメンバーで集まる、確かにこのメンバー、5人かへん、閉じ込めよ、閉じ込めよ、今日も閉じ込めようかな、ちょっとふざけるなよ、マジで、あ、そうか、あれ何年前よ、もうあれ4人、うん、新卒の時だよね、まだ、あ、そうか、新卒の秋ぐらいやん、まだだから、うまい、やばいね、何歌ったっけ、そうだよ、歌ったじゃない、そうだ、カラオケ、カラオケ、もうカラオケ行くしかなかった、何も空いてなかったって、なんかあってもおかしくないようなメンバーだと思う、あ、じゃあじゃあメンバーじゃない、おかしくない状況だと思う、だからみんなに言われたもん、このエピソード出た時に会社の同期とかに一人やってるってめっちゃ言われて、いや本当にやってないしかない絶対やってるって、そういう空気読んだ方がいいよみたいな言われたもん、それ絶対ないねんって、そう1回言われたけど、やっぱこのさ、まあそうだね、この関係をしない人たちからしたらそれはもうだって、うん、それしかないじゃんみたいな、ただただ死体のようにお互い寝てたよねめちゃくちゃ罪悪感や、うん、罪悪感も何もさ、起きたら二人なんか目立つかもみたいなそれやな、ね、玄関上げたら普通に楽しんでリプノはさ、なんかさ、普通にごめんみたいなさ階段で寝てたからマジ塩コショウある、あります、あ、そうだ、あ、こういうのだ、ありがとう、あれ、ごまんのかな、 あれは物置らしい、物置だろ、ちょっと塩出てる、これ俺、あんま見えてない、出てる、結構出てる、結構出てる、結構出てる、出てない、出てない、これは出てない、出てない、全然出てない、全然出てない、ごめんね、ほんと痛いねんだよ、それマジ、動いてないのか、あれえ、ちょ、もうおめくつだけで、うん、あれドバーはやめてよ、待って、逆側開けねえんだ、逆側タイで、そっちか、こっち、こっち行こう、うん、落とせよ、あ、出てる出てる、これ出てる、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 これ出てるやん、出てる、いや、出てるって、出てる、出てない、出てる、出てる、出てる、出てない、いやいや、今今ストップですよ、ちょっとほんま、あ、違う、全然、あ、あの匂いは出てる、黒いところに落ちてます、え、てかもうそんなの人思いでいいよ、人思い、うん、あ、ほら、いってる、いってる、あ、いってる、いってる、こっちもよろしく、よし、人思いにやっちゃってる、ありがとう、いいよ、出てる、なんか出てる、出てる、塩振り続けるな、これは全部やってくれるんや、やっぱ、はい、そうです、これ何、肉、豚豚、これ肉って聞いた、大丈夫そう、それサーモンに見えた、あ、サーモン、生でいいことしてた、そう、この入れ物にサーモン入れへんここまでも映えさせたいって、これだけこれみたいなさあ、ごめんねブナだけにおっぱいかもしれないねいや、固まったもん、ね、いいヒレや最近どう？最近どう？私ほんまに全然聞いてないし、でもちょっと山田も若も聞いてない、ちょっとどっちから行く、これブナ決めてゴンザフローくんから行こう、これカットするから、あ、OK、うん、聞いた、何にもしたちょっと早くない結構肉無限説あるんだけど、餃子もある、ね、そうだよ、あ、でも餃子もない、そうだもん、あれ、あのごめん、ブキッチョだからさ、でもなんか本当になんかその、だから本当虚無感に変われて、嫁感のある嫁、うん、で、しかも同い年、うん、で、まずしかも同い年っていうのでめっちゃ可愛いのに、あの、まずめっちゃ彼女で花を渡してくれるみたいな、うん、私ただ日本酒飲んで潰れるクソ女じゃんみたいなすごい辛かったな、飲んだことないでそんな違う自分でね、自分で思っちゃったの、え、うん、何このクソ女みたいな、昨日もなんかいい肉と酒食って顔むくんでよみたいな、なんか帰り道ずっとこうやっぱ色気だなこれって思って、結構考えたもんね、あの日はすごいな、
だから嫁とかね、どんどん会っていきたいよね。嫁会いたい。嫁マニアみたいになってきた。何それ。お来た来た、言ってます。何を歌ってんの。あれ、これ。でも、ごめんなさいとありがとうが言える人に、悪い人はいないと思ってる。どんなに。そうよ、ほんまに。でも、こういうのやら、あ、大きに大きにとかって言う人って。いや、どういう人ですか。どういう人ですか。あんま見たことないよ。あ、どうも、大きに大きにって言うことないやろ、ほんまに。店の人でもらうわ。彼氏彼女に。いや、どういうこと。日常生活でも言わない、大きいあ、じゃこれすまんすまん。いや、大きにはありがとうやね。すまんすまんもん。こういう感じのノリノリやね。あ、まあなんか分かった、ごめんって言っときゃいいんかっていう話。すまんすまんとか思ってへんやん。大きに大きにとかって言うと、そういうふざけたらちょける人いいんだよね。いや、そうじゃなくてちゃんとありがとうねって言ってくれる人。そう、気持ちがな、うん、伝わってないと嫌や。ほんとありがとうとか、うん、なんかもうそこ言えないで恥ずかしがる男は、うん、本当に一回ね、ちょっと本当に私も一緒に滝に入るから一緒に滝に当たろうって感じ。優しいな。こうだよ、みたいな。滝だよって滝を押しよ。一人で受けさせるのはなんか何様って感じだから、一回ちょっと一緒に受けようかみたいな。どこまで寄り添うんだよね。すごいね、うん、そういう企画やっていくの。滝企画。あなたの滝打たれますんだよね。そんな体張る系の YouTuber になっちゃう。見てんじゃん。いやいや、やめて、やめて。布団私だからさ、これ行けんちゃうんじゃないの、はい、小学生の話なんだけど、小学生の時に絶対にごめんねって言わない女の子いたの。いた。もう嫌すぎて覚えてんねんな。そう、もう嫌すぎて、例えば机ゴツンって当たったら普通にごめんねって言うじゃん、うん、言わないの。反射的に言うな。そう、ゴツンってなってあっっていう感じ。もうゆい、その子のあが本当忘れなくて、であとはなんか掃除の時になんかボンってまた当たった時も、うん、あっみたいな、うん、あーおるな、マジで。あーおるわ、やばいな。あっとかさ、マジってさ、てめえさ、ここまで出てんだごめんねみたいな、それは出さない、うん、プライド。禁止ワードゲームみたいにしてんのかな。あ、だと思う。だとしたらいいよ、別に。よくないね。絶対よくない。まだな。まだね。どんな教育受けてんの、うん、ごめんねって言ったら負けだよ、みたいな。だから、ゆり、そういう子がいたら、本当に徹底的に教える。優しい。一緒に滝に打たれよう。優しい。滝近くやりたい、もしかして。あ、あたしから。やりません。さあ、逆さん、衝撃的すぎる。私さんのような話聞きたいわ。もう、あの、本日はブルーベリーをいただきます。どうぞ。ブルーベリー、はい、うん、いい声やな。無限ゾーン入ってきた。無限ゾーン入ってきたよね、うん、なんか何食べてもお腹がたまらへん。あ、わかる。そのハイゾーン入ったら勝ちだよね、うん、いや、てかマジで毎回言うけどさ、ね、ゴンザブロックね、うん、酔った。ちょっと待って、2杯目も。え、よっと。まあ大丈夫。もう全然。だからさ、おかしいな、酒が水になっちゃってね。一回さ、話そう、それ真剣に。お酒みんなちゃんとさ、お酒って思って飲んでる。あー。そこからじゃない？どう？それはあるかもしれない。だよね。うん。何だと思って飲んでる？一人一人意見聞くわ、一回、うん、今これを何やと思って飲んでるかって、うん、てかまあ常にお酒を、もう最近お酒を、もうお酒人生ももう6年目ってことですけど。ですよね。そう、まあ、そうね。で、だいたい6年ぐらいじゃないですか。で、そうなった時にお酒ってもうそろそろもう向き合い方も変わってくるのかなって思うんです、うん、何だと思ってます。で、まあ正直言わせてもらって、お酒は、まあ、お酒正直やはにゃー。いや、でも今は確かに喉乾いたなと思って、ただただ飲んでたわ。でもね、うん、では意識してないじゃん。あ、全然意識してない。オッケー、分かった、意識してない。なんかも、はい、次ブナ言わせたかこれ。ぶっちゃけね、こんだけいい、うまいもの並んでるやん、うん、ぶっちゃけ水分よ。俺はね、お酒はお酒やねんけど、うん、ビールはあれやな、
ビール、水、お酒みたいな。ちょっと何の順番それ。ちょっとまとめますと、うん、お酒はお酒でした。当たり前。それでまとまったよ。急にまとめて。ごめん